はい、どうも皆様、マグニーでございます。皆様ちゃんと音聞こえてるかな？もうちょっと設定を見直してみようかな。もうちょっと大きくしようかな。まずですね、皆様にね、お伝えしたいことが、たくさんございます。たくさんございます。後ろに見えてるようにね、ネザー要塞はもう見つけました。で、ゲットすべきものゲットしたんですが、まあ、いろいろありまして、まずご覧いただきたいんですけど、はい、ちょっと画面に戻ってまいりましたが、ここにね、そのスクリーンショットです。まず、こちらが前回の動画の最後で作ったネザーゲートの座標をメモるために撮ったスクリーンショットです。で、そのネザーに入って、収録外で冒険していた時に撮ったジョッキーのやつですね。ピッグマンジョッキーっていうんでしょうか。珍しかったのでスクリーンショット撮ったんです。で、もう一回このゲートから出てみたらですね、ネザーの中のね、ゲートから出てみたら、なんか違うとこ出てきたんですね。ここの座標が、ご覧いただきますと、こんな感じになってるじゃないですか。1357、63、414なのに対してですね、こっちが1480、63、405。なんかね、作った覚えのない、ネザーゲートに出てきたんですよ。で、大変で、まあ、いろいろ難儀というか、いろいろね、まあ、大変なことになりまして、そこからね、自分の村にどうにかして帰りましてね、コンパスもないし、もう勘で走って帰ったわけですよ。で、なんとか村にたどり着きまして、で、村の近くにあるネザーゲートですね。一番初めのネザーゲートです。私が、全ロスした時に行ったネザーゲートから、少し進めると、ちゃんとこういう開けたところに出たので、で、ここで私、エンダーパールというものを、エンダーアイか、っていうものがあったので、それを使ってですね、方角を確かめつつ、進んだわけです。そうすると、要塞が見つかりました。しかしですね、この値をご覧ください。こちら539なのに対し、こんな感じなんですよ、差が。相当遠いでしょ？相当遠いですよね。1000ブロックまではいかないですけど、1000ブロックぐらい行くのかな？行かないか。斜めにすればそれぐらい行くか。うん。その辺はちょっとあれですけど、まあ、とにかく大変だったっていうか、遠いんですよ。はい。まあ、ようやく見つけたんですけどね。で、ブレイズさんと戦って、なんか骸骨もいたりとか、まあ、いろいろスクリーンショット撮ったんですよ。んで、ブレイズのスポーンブロックの発見。おぉ、これはついてるな、俺。で、一応ま、入り口があった、僕が入ったところなんですけど、入り口みたいなところがあったんで、こちらでまず座標を撮ったわけなんですね。で、まあ、いろんな苦労をしながら、ま、帰ってきて、で、さあ、今日の動画を始めようかと思ってるんですけど、こちらをご覧ください。なんと私、撮影を失敗したんです。どのような失敗なのか、と皆様にお見せできるような内容じゃなかったんですね。とりあえず再生してみましょう。ほら、うるさい。はい、まず、マイクラの音量設定が失敗したっていうところですね。その後半なんですよ。音でかいかもしれないな、どう、ちゃんと撮れてるかなと思って一回20分で切って、その後撮ったやつがこれなんですけど、これをご覧ください。音鳴ってないでしょ？すごい、だから、失敗続き。これが私が、到達したネザーの場所なんですよ。この要塞でね、サドルも見つけたし、金インゴットもたくさんあったし、ネザーウォートも見つけたし、まあ、とにかくね、いい感じに行っていたんですけども、ゾンビピックマンさんを怒らせてしまったんです。まさかの事態で、私も、どうすればいいか、でも全然収集つかない状態になってしまいましてね。逃げ惑ったんですよ。絶対殺されると思って。本当に逃げ惑いました。あ、やばい。焦ってきたもんだから、ほら。アイテムも何もないでしょ？これ、その後に撮ったやつなんですよ。もういいの撮ったのに、サドルがなくなっちゃってるんですよ。まあ、もうとにかくね、最悪でした。いろいろと。家にリスポーンして、ここまでね、急いで来ました。もしかしたら、まだ、アイテム残ってるかもしれないということで、急いで来たんですけれども、結果ですね、探せませんでした。見つけられずでございました。まあ、これ帰り道なんですけどね、もう帰りますよ。帰り道。
帰りすがら皆様にお語りしたいと思います。で今ねこう帰りながら皆様に説明したいんですけども、録画の方法を間違い、あ、この道もですよ皆さん、この道を作ってた動画なんですよ。掘って道を橋をかけてっていう動画を撮ってたんですよ。2時間もかけてね。ね、そんな動画がですよ。全部おじゃんですよ。まあこうやって皆様に私が掘った形跡をご覧いただくだけでもね、そこはいいのかもしれませんけどね。これを掘って先ほどの要塞に行って目当ての道具ネザーウォートを見つけ、さらに、ずっと欲しかったサドルも見つかったのにもかかわらず、なぜかね焦ってしまい、なんかね黒色のスケルトンみたいなやつに攻撃されて、でその後にブレイズも襲ってきて、お、なんか今日はみんなで攻めてきやがってみたいなことで、で暴れ回ってたんですよ。ね、装備も強いもの装備してるからって言ってね、調子乗って暴れ回ってたらですね、なんと、ゾンビピックマンさんを攻撃してしまったわけなんですね。おかげさまで、もう、周りにいた敵全員に襲われましてですね、とりあえず逃げ切ったはいいものの、鎧着ててですよ。鎧、めちゃくちゃ強い鎧着てるのに、ライフは残り1になってたんですよ。あれなんでかっていうと、その、黒いスケルトンがなんかね、特殊能力を持っていて、あいつに攻撃されると、じわじわっとパワーが減っていくんですよ。で、それを全然知らなかったのが、私のその、失敗というかですね。失敗でね。落ちて死んでしまいました。本当にやられてしまいましてですね。その後、必死で、また戻ってきて、あるかなと思って探したんですけれども、全くなかったというね、オチでございました。そうです。見てください、この長い橋。ね。ガストの恐怖に怯えながらね、こういうことも行いましてね、しっかりこう距離をね、はい。しっかり、道を作ってね。わあ、来た！ガスト来た！ガスト来た！ああ、来た！危ない！道潰すなよ、あいつ。あの野郎、俺が本気を出せば全然大したことないのに調子乗りやがって。ね、まあまあ、ガストが怖かった。もう録画方法を勝手に変えるんじゃなかった。変なことするもんじゃないですね。慣れないことをするとこうやっていろんなボロが出てきてしまうわけでございますよ、皆さん。ね、気をつけましょうね。よいしょ、ほら、ここ。ここが、私の村のネザーゲートにつながる道なんですね。ここも後ほど全部これ道をなんで作ったのかっていうと、トロッコを作ってやろうと思って、トロッコで道を。ね。そうすればね、かなり、要塞の方に楽に行けるじゃないですか。あの要塞はまだまだ探検しがいがあるなっていうふうに思ったので、そういうふうにしました。はい、それでは家に帰りたいと思います。やられましたね。でも、ちゃんと欲しいものは揃いました。そればっかり言ってるけど。はい。欲しいものは揃っております。で、ネザーウォーツでしたっけ？ネザーウォートか。ネザーウォートをとりあえず、このソウルサンドっていうものをたくさん、とりあえずここに、ストックしてありますので、これを使って、ブレイズロットも出しておこうか。ね。ブレイズロット、ネザーウォート。なんかね、金塊ゲットしました。金塊ってどうやって作るんですかね？金庫とかな？まあ、それは置いといてね。とりあえず、上にまた田んぼを作りましょうか。エンチャントもほらいっぱいやったでしょ。ダイヤのやつも作って、飛び道具対戦なんかね、本人もね、3つか4つつくっていう動画を見たことがあったんで、でもね、こんなにやったけど、全部1個だけ頑張ったけれども、全部、音が入っていなかったという結論でございます。もう、一時期はもう全部、もうそのまま行ってやろうかなと思ったんですが、あまりにもなんで、さすがにね、それはひどいなっていうふうに思いましたので、やめました。諦めたじゃない。あまりにもそれはひどいなと思ったから、取り直しをしようということで、今、取り直ししている次第でございます。
はい、というわけでね、田んぼとりあえず完成いたしました。育ってから回収してもっと増やしたいなというふうに考えております。ここに柵しようかなと思ったんですけど、多分大丈夫かな。猫ちゃんたちがね、一人で暴れ出して、なんか飛んじゃったりなんでったりとかして、むちゃくちゃになるってことはあるんですけれども、猫ちゃんたちをちょっとね、家の中に連れて行こうと思います。ここで待っててもらいましょう。はい、そんな感じで、とりあえず、ポーションの醸造台を作って設置して終わろうかなと思います。今回ですね、39回目なので、モニュメントもね、39階建てにしておかないといけませんしね。醸造台の作り方、丸石です。とりあえず丸石持って、こうして、あら、これ何？ブレイズパウダー。こうして、できた！はい、初めての醸造台でございます、皆さん。よし。醸造台はですね、金床があそこだから、ちょっとね、どうしようかな。これをちょっと向こうに掘っちゃいますか。ね、はい、ここ醸造室ね。はい、ちょっとベッドが邪魔なので、ベッドのポジションは、どうしようかな。ここを掘っちゃってもいいかな。ベッドはここだ。ベッドのポジションもちょっとここに変更しておきます。よっしゃ、ここで醸造台置きますね。どうなんだろう、醸造台のポジション。おーし、できた、できた。ちょっとじゃあ1個掘りすぎた感があるから、ここは花崗岩で埋めときましょうね。これバランス大事だ、バランス大事。はい、これでね、醸造部屋が完成いたしました。ここも埋めときましょうか。ほら、完成しました。怪しいですね、怪しさが漂っておりますね。でも湧き潰しはさすがにしとかないと。チェストを持ってこよう。なんかポーションに使えそうなものを、置いとくようにしましょうか。で、これここにチェストだけ設置しておきますね。ポーションを作るのはまた次回やりたいと思います。で、出来上がったものをこっちに入れようか。はい、まあ、こんな感じでどうですかね。とりあえず醸造台完成、ありがとうございます。はい、それでは、モニュメントの方に行きましょう。はい、それではね、37段まで建てていたので2段だけですね、足すのは。なかなかいい感じに高くなってまいりましたね。ああ、本当に全ロス、またもや全ロスやってしまいました。皆さん、今日もありがとうございました。もうぐちゃぐちゃですよね、今日も。いつも。今日もじゃない、いつも。本当にありがとうございました。そうですね、街広げて、ポーションも作れるってことで、村人をね、作りたいなと思います。村人ゾンビさんを回復させて、いい感じにやっていきたいと思います。で、今ご覧いただいてます街ね。街って私、変な家だなあれね。変な家ですね。まあ家をもっとこうたくさん作って、今あるのはだから、牧場地帯と本拠地と牧場地帯みたいな感じにして、こっち側のスペース、こっち側ね、今の豚さんがいるところ、あ、怖、浮いてる、豚さんが、おお、怖、豚さんがおるところのあのスペースをもうちょっと整地して、村人のゾーンにしようか。そこに渓谷が近いからちょっと気になるのになるんですけれども、まあその辺もね、いつかまた渓谷に家を作ってみたいななんて考えたりとかもしてますし、はい。やっていきたいと思っております。今日は、短い動画とはなりましたけれども、ご覧いただきまして誠にありがとうございました。本当にネザーは呪われていますね。ネザーと相性が良くないですね。誰でもそうなのかもしれません。うん。まあいいや。それではね、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。